1, 2, 3. Yes, guitar, so la cha cha, no la cha cha.
少しだけ努力してください。スリーマン、よし頑張るぞ。我々ね、今日がザ・ウォーター今年最後のライブ、そして、当店ビニールの最後のイベントということで、我々いつになく張り切っておりますね。イエーイ、じゃあトムよろしく。
余り。皆さん、この熱気は今日から12月に入ったっていうのはみんな忘れてるでしょう。12月だよ。短パンです。暑い。続きましてはザ・ウォーター唯一のなんちゃってブルースナンバーを、ロジャー先輩、ロジャー先輩、ロジャー先輩、力強いです。やめて。いらっしゃいませ。ライブ中なんて家族で、家族で一人、もしよかったら聞いてけば。最初に1000円俺やりますよ。あの、で、その1000円はそこに、はいはい、あとドリンクだけです、はいはい。ケンケン、久しぶり。ね、ありがとう。ライブね、やっぱ知ってて。知ってますよ、もちろんですよ。知ってるわけないです。じゃあ、ブルースの持って行ってくれと。そんなに女の曲が欲しいかい。どうぞよかったら好きなだけ持っててくれ。その奥でくれ。俺は親じゃないし学校の先生でもない。聞かない娘はすぐに持っててくれ。気の利いたことなんて言うねえし、優しい言葉かくれない。だからさっさと好きなだけ待っててくれ。でこんなでこいの後どうぞ持っててくれ。この動物たちは弱い立場を逆手に取り上がる。俺は親じゃねえし学校の先行までもね。聞かない娘をすぐに持っててくれ。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 ギター Shake me, shake me, shake me. すぐに持っててくれ。1, 2, 3, 4!
と間違ってるぜ、あんたのブルース。日本語で聴いてみたいよ、発音もいいのか悪いのかわからない。MC をほとんどしない人たちの対バンだったっていう か、 なんかむしろなんか MC しちゃいけないのかなぐらいな雰囲気の中、皆さん の、 その真剣な感じがひしひしと伝わってまいりましたですね。私実は音楽始めてまだ6年とか7年とかそんぐらいなんですけど、こうステージ出すと見てる人はねそんなの関係ないですからね。だからなんとか頑張って空気に飲まれないように毎回やってるんですけど、次の曲はバーテンの曲なんですけどね、今日手伝ってくれて島田ね、アルバイト入ったばっかりの時にハッタリでもいいから堂々としてなさい、非常に雑な教育を今思い出していたと思いますけど、その時の面白いエピソードでマイヤーズっていうラムダですよね、ダークラで、マイヤーズの中でもいろんな種類があるんですよ。で、僕が休みの時島田学校を、ね、やってくれてたんですけど、多分堂々とやってたと思うんですけど、 あるお客さんにマイヤーズってホワイトラムですよねって言われて、でうちは未だにマイヤーズダークラムしか置いてないんで、で当時の島田はですねそういう知識もなくハッタリをかませと私にね言われていたら、そのまんま、いやホワイトはないですって、じゃああれそうだったかなってお客さんが言って、でそのまんま、じゃあそのマイヤーズをくださいって頼まれたら、当然抹茶色っていうか黒に近い茶色ってで、こう氷に入れてショットの機械で入れると、ああ茶色じゃないかっていうね、焦ったでしょうね。でいくらステアしてもステアしても透明にはならないあれは謝ったの？謝らないです。これが氏家イズムですね
すいません、話しなくなりました。大して盛り上がらない。じゃあ、バランスという曲を聴いてください。
恥ずかしい話なんですけどね。この間クラブドクタータコボーが来てくれて、演奏中にですね、チューニングチューニング三弦が狂ってるっつって、分かるの基本的なチューニングのやり方ですね、ステージの後に教わったりなんかして、なんか教室だったりとかで、そういうのもね、ありがたいです。中井くんも知らなかったよね。そんな3人です。僕は知ってますよ。教えろよ。下から恥ずかしかったじゃん。はい、長いな。まだ行く？すいません。さあ、ちょっと出ました。さあ、次は、今年作った曲をね、もう今年何回かやったんですけど、まだ一発やりますか。今日は大丈夫ですか。あれは大丈夫です。じゃあトム君よろしく。行動はちょっともう一回やっちゃう。マジそれ。何回も何回もじゃないか。テープ貼れてたじゃないか。絶対計算してたよねそれ。いや俺毎回さあダメなんだ、ほっといてやった曲。Oh, that's good. Oh, that's good.
るはず。でもいつもそうなら頭じゃ分かってない。次はあのウォーター流の乾杯ソングを、暗く歌いたいと思います、ね、自然体という曲です。
ありがとうございました。楽しい時間はあっという間で、次の曲をもちまして最後になるんですが、今月は今年最後のライブイベントということですね。一人ゲストを呼んであります。ユナイテッド富永明辻くんが座ってた。ちょっとね、準備がちょっとかかりますので、どうですか皆さん。私の敬愛するシンガーシオンの曲で12月、いつもこの頃になると何かやり残したような柔らかな後悔をするというフレーズがあるんですけど、ですね、なかなかそういう言葉で早いにもう。どうぞ、ね、皆さんもちょっとね、疲れてるんですね。サクッとやりますよ。ただサクッとやりますけどね、ビンビン来ると思いますよ。じゃあいきますか。ザボタでした。最後の曲スマイル。
最高だじゃんか。どこだ、通報されなかった、よかった。今年も最高でした。さあ年末まで、皆さん忙しいでしょうけど、ぜひ飲んだ後はビリビリ。特に今月は何もイベントを組んでおりません。クリスマスも普通にやっております。恥ずかしがらず一人でも来てください。さあ太田、今年のライブもあと2分で終わります。ついてきてくれますか、ついてきてくれますか。サンタの格好して僕いるんですけど、ずっと一人サンタですね。毎年クリスマスでウェルカムドリンクでシャンパンをね、お客様に提供してるんですけどね、飲みすぎちゃって一人でシャンパン飲みすぎましてですね、でなんかギター触ってたら、あれちょっとクリスマスソングっぽいなって言って、でちょっと動画を自撮りで撮っちゃって、で酔っ払った勢いで Facebook に上げちゃったんですよ。で夜中にラブレター書いて、次の日恥ずかしいみたいな、そんな感じで上げて、で次の日起きて、いいねが10個未満とかだったら消そうと思ったら、なんとですね、50件近く来いよ。でそのいいねを押す中にですね、うちのメンバーがいなかったんですよ。イエス、なんでそんなわけで、メリークリスマスという曲ですね。皆さんもご存知の方、柏のアンナベルズというね、非常に柏のバーでは、非常に大事な大切なお店のマスターが今月他界をされましたですね。
一人にならないように、届くように歌えればいいなと思います。ありがとうございました。メリークリスマス。メリーメリーメリークリスマス。メリーメリーメリークリスマス。So never, so never.